はいはい、もう兵隊に来なさいと言って、ね、命令2人で来て命令されて、うんうん、こんなもんが来たんだって親たちはみんな寂しそうにして、はい、もう兵隊に取られるんだって言って、うんうん、心配してもうどうしようと言ってみんなもう落ち込んでしまったんですよ。あもうどうしようと言って子供と母親としか残らんさ、うんうん、男はみんな兵隊におられて。ちなみに家族はどなたが召集されたんですか？お父さんお父さんが、うん、お父さん何歳ぐらいでした？35歳だった。35歳、うん、ああ、もともとは 1,2,3,4,5,6,7 7人家族ですか？家族は男、長男と男2人と、うんうん、女3名5人の兄弟だったんですけど、はい、戦争終わってから1人はお腹に入って一、うんうん、人牛っ子はお腹に入って戦争終わったら6人だったけど、戦争で2人を亡くして長男と、うんうん、妹ニニと妹を亡くして、うんうん、4人家族だったんです。4人兄弟だったんです、うんうんうん、母と5人家族だったんです。あ、母親のお腹に、じゃあお母さんは赤ちゃんをお腹にいるまま逃げてたんですか？うん、お腹の7ヶ月大きなお腹になって、もうご飯もない食べ物もないし、つわりがひどかったんですよね。もう大変だったんですよ。それでこれしかできない、うんうん、このよしこは2歳もう2歳なろうとしていた、1歳半2歳なろうとしていたけど、うんうん、これをもう見ることできなくて、うんうん、私がもう一番上だったから私が見たんです、うんうん、一番長男には私より5歳年上だけど、うんうんうん、大トンでいいところで漢方薬とされて経験をしてもう亡くなりましたんですよ。そして私が一番上だから、うんうんうん、この子供を見ないといけない。子供ご飯あげたりおんぶしたりいろいろ世話したり、母親より私がお母さんと思っていたみたい。あ、妹たちはですか？うん、私が離れる、ちょっと離れるとあいやよあいやよと私を探しているんです。歩く気がないし、あんまハイハイしかできないから、うんうん、どこまではハイハイしてる、うんうん、って言ったわけ、うん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 、なるほど。ちなみに亡くなった妹っていうのは何？よしこ。いや、1歳だった。あ、写真。あ、おぶってた子ですか？はいはいはい、はい、バゲオで。ありがとうございます。この時からも亡くなっているんですよ。引き取っているんですよ。これ殺されてからさ、うん、親家場で今刑務所のあるでしょ、うんうん、あっちの手前の広場にこっちで避難を集めてあったんで、こっちでよくはさ、もう亡くなってる、もうおぶってる。この写真撮ったところ、撮られたとこもう一度聞いていいですか？どこで撮られた映像ですか、これ？写真。どういうシーン、どこの場所ですか？刑務所？今の刑務所の。沖縄市のですか？親家原の会社、刑務所ってあるぞ、親家原に。玉城の。ああ、うん、はい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 。ここの玉城の、うんうん、こっちの手前の広場に、うんうんうん、こっちで写されているよ、これ。あ、こっちはわからんよ、これたちは。この場所の中ね。はいはい、たくさんいたのに難民が、うんうん、これも出ないかねと思う。私は自分一人しか分からん。これはもうあれですか、捕虜になった後ですか？捕虜になって一晩はこっちの収容所に、うんうん、鉄条、今金網みたいに鉄条も持ってて、うん、囲られてこっちに入れられて、あ、はは、翌朝これは配給があったんですよ。ご飯、おにぎりと、まんじゅうと、缶詰と、3種類、うんうんうん。こんないっぱいだから、おにぎりみんなに配られ、なくて、缶詰とか、足りないと缶詰とか、うんうん、渡り合ったのまんじゅうと、いろいろ取り合わせて、うんうん、配ったみたい。その時、うちはすぐ、子供が、こんなだから、すぐおにぎりがあったわけ。あ、それでアメリカ兵が、うん、写真が若いアメリカ兵が私の周りに来て、うんうん、
写真写すから、うんうん、この子の作るからこれ、これ何かこれを当てて逃げていても回る回るって私とちょっとついていって手が来たからなじっとそれでなんとかともう私の頭も撫でてねもうなんとか言ってるけど私も分からんさねこんな玉かね何かね思ってよ逃げようとしたらまた止めてよって落としてあるわけだから下向いてるんですよ逃げようと、うん、下向いてるのはうんだからもう怖くて回っているもうこっちは握り食べてるさおにぎり食べてこっちは握り食べてるさおにぎり食べてるそれで親が母親がだもうよしこさんにもあげようと言って私もこうやってあげたからもう口も開かないわけさあ口も開かなくてはこの子はもう息を引き取ってるよ日もう息を引き取っているからそのままもうど今から並んでまたあのこの南部地区この南部地区中部地区北部地区といって沸かしたみたい今から考えたよ、うん、うちは知念のとこ百何のところに、うん、また大谷川のところ向かっている方もいるしまた、うん、あのユナバル新田と間が上がるし、うん、あっちに向かっている 3カ所にもあの並んで、うん、向かってあるあの行ったんですよねその時、うん、なあの自分が居場所に行くまではあのついてきなさいと言われてるからそれでこの時をあの居場所があのであの居場所がついてからこの子供をもうこう産むからそのまま産んでてよって言って母親に言われて、うんうんうん、もう死んだ子供をとって倍も重たいよこんなしてよみんなの体もみこんなしてから首もみんなそれで手の首で首縛ってからそのまま歩いていったんですよあそれで敷屋で着いてからとあんた方居場所こっちよって言って、うんうん、与えられたから、うんうん、夕方は親戚と一緒に浜もうどこにもうまたこの育児を取らないといけないさまたあのどこにやるかって相談してみんなでゴルフ名所お母さんとな 男の方お父さん方いないさお母さん方しかいないさうちのお母さんまだお腹は大きいもう5ヶ月になるわけ大きなお腹9ヶ月、うんうんうん、それでもうお姉さんたちがもうまたお姉さんの長男とうちの 兄さんと同じ年がいたからまた母たち あの娘もいたから、うん、いとこがいたからこれ一緒に、うん、だあのバーシーはおばさんのこと昔はあかなこっちよしこへこう村やと言ってあの海のそばにアダンナバがアダンナバにうんこれがまあ数日バーにつけていい、ね、アダンバアダンのあの下に捨てたところがあったからこっちにこう戻ってうちも一緒に行ったわけこっちに寝かしてあの着物をかぶして帰ってきたまたねまた自分たちはもう殺されてからもうあの生きると思うから後でまた落ち着いたら迎えに来るからねと言ってもうまあの祈って行ったわけさだけどまた何年かとかね、あの静かになったら生で遺骨取ってきてかお墓に入れようって自分のお墓に入れようって、うんうんうん、何名か2、3名で取りに行ったらなかったって、うん、あもう遺骨ないわけもろ道なっていたってこっちの玉木の知念村が道開けてよ、うんうん、それで石ころを3個取ってきてからこれあお墓にこう打ったに遺骨こうあるさ中に入れられないさ、うん、これは知念今の知念のあたりの海ですか今これは今で言ったら場所はどのあたりになりますかそのだから私はよ、うんうん、車持ちゃあの子供たちによ、うんうん、あつ兄弟に兄弟親が元気の時さ、うんうんうん、そういうこと私も8歳さで、ね、ちゃんと覚えたのを親と一緒に帰らないと分からんさ、うんうんうん、この辺あの弟妹全然分からん私としか分からんから、うんうんうん、あの八重が生まれたところ一回は自分があの戦争歩いたところ、うん、あのピクニック用にして、うん、弁当持って行こうって言って誘ったけど、うん、母親ができない行きたくないまた思い出してから、うんうんうん、もう大変なら行かないってとても自分苦労したからよこれをもう二度と見たくないって言って、うん、行かないというわけ、うん、それで私は一回はこの生まれた子敷屋で生まれた子、うんうん、
この八重子というけど、うんうん、これとあの弟と次回の八重まで1年あの四季屋に行ってみようんです私が四季屋四季屋で生まれたけどさ1年の、うんうん、あっちに行ってみようって言ってもうみんな家変わってねどこどこを分からんなって探しきれないねあれはずっとこう道ができる前は 海の近くだったんですか海の近くここのお家はよ前海見よったっけちょっと離れてるわけさ畑があってあ、うん、田んぼがあってずっと離れてる高台だったわけこれ大きい 岩山があって、うんうん、こちらだったけどねと思っていくけどみんなもう遠目だってお家作られてるさあこちらへんだねと思うけど完全に分からんから探しに行ったけど、うんうん、1回は3名行ったわけ、うんうん、あんたまたところで探してこようって言ってさ、うんうん、それで。あっちこっちみんなもうみんな今のあの戦戦争の当時のことでない、うん、もうみんな立派にお家が出来上がってるから行っているから、うんうん、あで何年後ぐらいに見に行ったんですか戦争が終わってからん戦争が終わって何年後ぐらいに探しに行ったんですかそうねだからこの子があの生まれた子がもう高校終わって仕事は看護婦だったから脊柱治療院の、うんうん、この時結婚前に行ったけど、うん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 、3名行ったけどよ、うんうん、名前行ったかだーと言うけど、うんうんうん、こちら辺だったけどなーって言って山が上あってこの下にあったけどガジマルキも全然透明というな固くお家が作られてるけどあの時みんな、うんうん、シャンジャラパンジャラみんなあの一切がさ、みたいな感じで、むるあの壊れているばっかし見ているさ、道も上等道でない、どっとこんなだったよ、みんなあの、うん、歩けないぐらいのとってこんなデコボコな道だったから、うんうん、今アスファルトしかってずっとさね、うんうん、だから見分けができない。ああ、だいたい18年ぐらい経ってからってことですかね、高校卒業してるってことは末の妹さんが高校卒業してからってことは18年ぐらい経ってからそう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 だよ、うんうん、もう今の時代でね裸足で何靴もないこんなあの凸凹の道をもうこれをずっと歩いているからさ戦争の時はとっても今から考えるとよ、うん、あれもう子供たちにはあんなよ道を歩ましたくないと言っても、うん、それ野原さんはもともとはこのどこに住んでたんですかこっち、うんうん、山川、うん、山川って灰原、うんうん、灰原町山、はい、あの時灰原村山川です今は灰原町だけどね山川に住んでいて一番最初にあの逃げたのは、うん、あのだいたいいつぐらいですかそうねもう1年の終わり頃は、うんうん、もう灰原小学校だった今の小学校だったけど、うんうんうん、もうこっちも危ないと言ってから、うんうんうん、こっちから避難しましょうと言って命令があって、うんうんうん、金城に空き家があったんですよ、うんうんうん、あっちに東ゲッタとか空き家にこの空き家を今から考えるとよ話後で聞いたけど、うん、みんなあの戦争来ると言って避難するさね鹿児島とかどこに、うん、初回あの方の家だったみたい話聞いてみたらよなんでこれうちのために作ったかねと思ったらそんな出ないわけ見物出ない古いお家だったわけそれでもう初回 こっち怖いと初回あちこち初回人がいらっしゃったんですよね、うんうん、山川も2か所あったから、うんうんうん、この方のお家だったみたいこっちにねでもこっちも危ないと言ってから、うん、勉強どころでいる方よ1週間とかぐらいしかいなかったよこっちあそこにも、うん、はあ、はあははあ、そうまたうーん1年のまたこの1週間ぐらい打ってから、うんうんうんまたブラックの今のキャンのブラックの公民館の上、うんうん、こっちにまたこっちに移されたんですよ、うん、またはいこっちに行きなさい2年もう2年になろうとしてるさこの時にね、うんうんうん、はいこっち行きなさいと言ってから、うんうんうん、でこっちでもまた
10月交渉だ。45年の話。45年。1年の10月交渉だったと思う。もう那覇はとってもね、あの 10月交渉といって10月とか、10月とかに交渉がとってももう煙がまたあるって、とってももう騒がしい、何て言うか騒がしいところとってももうあれ、あのあれだったわけさ。それでもう早く帰りなさいよされて、自分で山川あの歩いていた私一人、この暮らしでも私一人しかいないからよ、一緒に行く人誰もいないさ。山川まで歩いて行って、お家行ったら、はい、もう避難よ、強引避難よ、もう危ないよ、こっち入れないよって、荷物準備して、お家はちょっと強引に移ったんですけど、あ、じゃあ一回山川から金城に行って、金城からキャンに行って、キャンに行ってからまた山川に戻ったんですか。はい、あで山川に山川戻って行ってから、私学校からよ、帰り行ってから、山川もまた避難、豪快避難準備してるから、実家は、親たちはね、準備してるさ。あ、それで十字空襲があって、もう豪に避難して、豪はそのお家の近くに掘ってたんですか。この時は10月とか空襲は超豪、あの本当大きな豪、あの降ってあったけど、この前の屋敷のあった豪に避難しました。この時は10月高速こっちに避難してから、もう激しくなってから本当の豪に移ったわけ。今ね、機動隊のところにあったわけ、豪は。今機動隊朝、今機動隊からあっち全部、あの、ウフイ橋というわけさ、あの橋がこっちの あっち側、地下山よりは、みんな食料だったわけ。アメリカは食料を売る、缶詰からね、米からね、あのシート、カバー、監視だって、箱用とって山盛りって言った、あっち区分さ、とって引っ込んでるから、いつなぎみなうちも無食料、兵隊さんの食料を入れてたて、米とか缶詰とかでたくさんあるわけ、あっちに朝に、なんか言ったら悪いけどさ、うちも豪雨やん時はこっち食料あるから、あの兵隊さんが あのボンバー立ってるわけさ、取れない、盗まらないようにして、お昼の時は癒さないわけ、ご飯食べる誰もその時みんな弟この兄さんはもう15、あの15だから13だから、怖いさね、とっても短く何か言ったろ、あれ感じ取ってくわね、タームランド言ったねと言う、ヒランド、うん、お父さん言っててよ、こんなんしてよ、一回はよ、取ってきてやって一回一回歌これ本当もう泥棒さね、本当泥棒もう生きるための仕方がないさね自分たちは兵隊さんの食料を、ま、あの山まじしていくところから、もう親たあの別の親あのあの兵隊さんに行けないお父さんたち見たわけ、体が良くて、あの体が健康にしか取らないから、こんなお父さんがいるわけ、取ってこよう、あるように、今いないよって言って、殺さずどうするんですよ、またあんな真面目で行かないと言ったから、ちんと一回行ったわけ。一回行ったわけ。一回行ったわけ。3人取ってきたわけさ、4個ぐらい取ってきたわけさ。あの時からも兵隊さん激しくて、もう、ま、この食料を守りきれなかったはず。あ、ここに食料でしょ、なんかお家みたいのがあったの。お家あらんどうしよう、そのままな畑にさ、あのさっきのほあのあらどうして戦争だ、俺も死すな、米軍が何かやるね、大の携帯車に、あ、すごい置いたまま、山まじで見張りがある、これをカバカしておくって、カバカしておく、あっちみんな食料、みんな食料だってた、みんな食べ物ばっかし、もう、ま、あの山まじだったよ。取るあの来るわから持って10分に持っていくのを見てから、みんな分かるわけさ、自分でのあの大きな車に持ってくる、今からあれ開けてくる、そこるよ自分たちも食べるものないさ、何も食べる、お芋しか食べてないから、こんなおいしいものあるね、冷えたいさ、これ食べてあの人を死なす苦すんだねと思ってよみんな親たち話していたわけさ、人と人との殺し合いさね、とってもこれはあのいけないと思ったよ、とってもへえ、そうです。最初郷に入って、お家の家の屋敷の
中にある号に1回入って、その後で大きい号にすぐ移動したんですか。ん、最初に十中空襲があって家の屋敷の、うん、屋敷に号があったわけ、うん、こっちに初め隠れてたけど、うんうん、その後からずっともうずっとサイレンが鳴ってもう、うんうん、空襲警報、うんうん、発令しました、明かりを消してくださいと言って、うん、どこかが聞こえるわけ、うんうん、明かりといってもさ、今明かりといって電気出ないわけ、今のみたいには傘ダンプといってね、こんな長い旗はガラスみたいで中がこれしかないわけ、傘ダンプといって、うんうん、これを下げてつけてたから、これも消してから、これ石油入れてからあれで布で木綿布で通してこれにスーラしてからつけやったわけさ、傘ダンプと言って、それでこれを消しなさいって言って、明かりがついたら漢方を避けて落とされ、弾落とされるよって言って、うんうんうん、どこからわからんせん、錆びて歩くからこのようにあなたまた肉先つんでどうって、またこれも消して、真っ黒になすわけさ、お家の中、まあ、自分たちこうの入って、こんなが、しばらく続いていたね。しばらく続いたんです。しばらく続いた中でまた どこかに移動するんですか、うんうん、その後はよ、もうこっちにも いられんであり、こっちに、うん、お家には危ないって言ってから本当の豪雨があったわけ、うん、3ヶ月かかってお兄さんが降った豪雨があったわけよ、しっかり作ってた、うん、はい、あ、ちゃんと作ってた豪雨 があるわけ、うん、みんな家庭へみんな持っていたわけ、うんうん、こうはみんな自分が避難場所を作ってあったわけ、うんうん、また自分の衣類から食べ物を入れないといけない、寝るところ入れないといけないさ、うんうん、お家は危ないって言ったから、この子を作っていたわけ、うんうん、このアメリカさんもさ、なんでこっち、アメリカ、このに兵隊さんも、うんうん、なんでこっちいるかねと思ったら、山川6カ所あったわけ、兵隊さんが住んでいるのは、お家がですか。うん、山川彼や上等お家だけに住んでいたわけ、兵隊さん、うんうん、うちの母の実家と徳宮といって、うん、父の実家と玉井といって、うんうん、またあがりと名宮入宮あがりまめ、この6か所あったわけ、うん、に2回朝でも2回彼やとっても上等お家だけだった、何かお金山川あがりわーといって金持ちが取ってお家の上等であっちだけは出ないわけ、兵隊さんいないわけ、山川明子、山川ハイローで見たわけや、何もかもあるのにお家の上等、あのバカのアランパ、この兵隊さんがどっか所に住んで、うん、それでこの兵隊さん何するかねと思ったら、うん、今の南部商業わかるかね、こっちの名前、はい、こっちに行ってこっちに行ったら何て言うか、南部商業にや名前八重市町と言ってるさね、うん、あっちの山よ下をみんな棒だよ、兵隊さんが、あっちに豪雨や何かおからあっちに豪雨やみんなこう、へえ、あっちにまたご飯運んだり何かったり、うんうん、こんな兵隊さんが豪雨や兵隊さん住んだみたい、また食料を運んでやるから、壕を作る、壕を掘る兵隊さんがその山川のお家に住んでた、うん、住んでいるわけ、あーは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 ー、八重瀬 の、うんね、今の南部商業あたり、南部商業に下向いてのあの下に、うんうん、南部商業上にあるさね、下の山、うんうん、この山のみんな壕だって、兵隊の壕だったこっち、兵隊の壕、うん、みんなもの、まあ、壕中前までずっとくちゃんぷるむる壕ださあちむる壕、へえ、だけどだからこんな豪雨やこっちいっぱいいるから他の前へ今の旧優勝他前の前へ八重瀬町の、うんうん、ちょうど三所路になってるかね、こまあ万が一世や上瀬戸に、あっちの角に兵隊さんに死体が棚順でもういっぱい積まれていた、うちが避難が行く時にからは、へえ、臭かったような、とってももうあい何かねえと思ったら、鉄かぶとこのままな
タチュカブトいるまま寝かしているわけじゃ、こっちまま入って、見えるわけ、立派死体が段階、あのこの棚書いてからさ、みんなこんな一軒一軒大観点こんなにいっぱいだってこれ臭かったわけだから、兵隊さんもうひったひったこんないっぱい亡くなってるから。これはもうあのちゃんとした号に移るときに見たんですか？ちゃんとした号に、このお屋敷の中の号からちゃんとした号に移るときに移動する中で、あの道がこっちによ号に住んで号に移ってから、うんうん、あのもう厳しいと言ってから号に移ってから、ある日突然日本軍が二人、うんうん、うちの号の前に、うん、あの舞い込んでてたんですよね、うんうん、みんな頭の鉄かぶとからのなあの背中はデクサクから肺のあの半合とか、うんうん、いろいろ持っていらっしゃるわけ、うんうん、これに毛の枝を折ってみんな刺して、うんうん、で、まあ、鉄かぶとあのヘルメット見たら違うわけ、こんなしみんな網払っているから、だって鉄かぶとみんな刺されるわけ、みんな、みんな刺せるわけ、あの網みたいのして鉄かぶとをみんな貼られてるわけ、これにみんな偽装させる枝を打って、体もみんな木あのみんなこんなところに刺してから二人逃げてきてるわけさ、あ、はいはい、あの日本軍が逃げて、これは戦争を戦う兵隊さんさね、逃げたらよ味方殺しされると聞いていた、日本語にされるって言って、それで自分たちはもう団体が外れてるさね、殺されるからって身ぐるぐるぐるうちのところ入ってきていたみたいな、朝ねうちのところにまたおばあちゃんが おばさんが、一番上のおばさんが、あの兵隊さんと、あの日本語はどうですかね、うんうん、うちは方言標準語じゃない、このばあちゃんにこれあるからこれで何したら、うんうん、はい、もうこの兵隊さんはみんな本土の方だから、うんうん、うちのあの方出ないからあんまり方言知らんさね、うんうん、それ標準語言ったから、はい、もうこちら危ないですよ、うん、もうみんなあの那覇港みんなどこもかもみんな敵はもうこっちに上陸していますよ、こちらも危ないですよ、お母さんたち、うん、そう言ってから、ああそうですか、ご苦労さんね、兵隊さんでや、うんうんうん、それで何かおいも、うんうん、お昼食べると言って、おいたおい取ってきなさいって言ってあげて、うんうん、来るからなと、おいも取ってくる人はな遅いから、こう兵隊さんも帰ってしまって去ってしまって、その後もこのおばさんが、うん、こっちも危ないってよ、うちも避難しようって言って準備してから、夕方からまた避難したわけ。あ、これはまだ屋敷の中にある号にいた時の話ですか？屋敷の号にいた時の話ですか？うん、これをこっちにちゃんとした号に、ちゃんとした号で、うんうん、屋敷の号からもう危ないって言ってあっち移っていたから、うんうんうん、そのちゃんとした号があったのは場所はどこになります？今あの機動隊があるさ、あっち斜め向かいになってるけど、うん、今人がお家作ってる、同じ山があるでしょ、うん、あの吉井、うん、自然さんの弟に農協の組合長生徒を恨んだから組合や、うん、あれがの秋が一応山があのあれだわ、山に機動隊の宿舎があるわけさ、機動隊の宿舎がある山が今そこら辺みたい話だからこの子を帰ってきたらよ、自分が住んだ子は見たら何も壊されてないわけ、立派あるわけ、うん、またあの道具もあるわけ、三線、うん、三線なんか一丁上等さんで出たかなくなっていたけど、うん、お椀道具がなんか置いたのみんなあるわけ、もう今から避難しないと思った、もう行っても避難しても号なかったわけ、みんなあの木の下で暮らした幼稚は最初は秋やとあの布団とかは花くすくとかはお家に避難したけど、うんうんうん、もうこの後からはもう命令だからはない。ゴーはみんな兵隊さんが入って入らなかった。うん、みんな、すすきの下に、町とすすきの下に、茂った下に、こっちで暮らしていた。このゴーを出てからはってことですか？ゴーを出てからはよ。うん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 。へぇ。はぁはぁ。もうじゃあ。順序よくこれ書いてあるからね、これがいいさ。うんうん、それで あっちこっち走ってくださいね。これ私は今はあっちとびとびや、あの、うん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 、これがあるからいいよね、これも、はいはいはい、うん、ちょっと
ょっと聞いて。でもこれも暑くて飛んでいくさ、これでいいよ。ありがとう。じゃあ、早原町からは出てないんですか？早原からは出てないんですか？知念とか、あそこら辺。早原から次、あまりかありなんて、ぐしちゃんあたり。ぐしちゃん。あ、ぐし。ぐしちゃん村、あっちはよ。うんうん、ウートンがぐしちゃんかね、こっちんだかね。あっちまでぐしちゃんだ、ね。ぐしちゃんだはずね。うんうん、オートンちって言うと、とっても大きなお家。ずるこんなんして掛け軸にされてるカールや、うん、前を向か自慢着で、うんうんうん、とっても金持ちのお家だったはずよ。こっちはとってもというぐらい兵隊さんもいるし南もいっぱいいたい、ま、もうごっちゃしていっぱいすぎすぎました。ガジマン前をみんなガジマン着だからよくあれさ危なくないさねガジマン着だから、うんうんうん、こっちは安全の場所だねと言ってみんなこっちに住んでいたわけ。お家ですか？河原のお家。河原お家。真ん中開いてさ、まん丸の医院があって、うん、こんなし四角してかこんな万丈ガニというけどこんなのこのお家には、うん、だけどうちはヤギ小屋。ヤギ小屋。牛小屋、焼き小屋、豚小屋があったわけ。うんうん、大きなやつ。焼き小屋が開いているわけ。ちょうどこっちに入っていたわけ。かやぶきの焼き小屋に。みんなカーリアだけどこっちで。それこっちでも。来て2、3日してかなくね兵隊さんがよ、うん、馬を庭で育てて入れ洗ってるわけさ、うんうん、その時見られてからよそれはもうその時からすぐパパーンないもうひどい漢方先来されてこっちに、うん、前をずっと前を花ぐすこと私が花ぐすこと言うけどあっちの間に田んぼがあったわけ。この田んぼのところ大きな爆弾バーンと飛んだらこの爆弾をとってもこんなじな深く飛んでこんなするわけ。これをこの早いんがそばにみんな散らぶわけ、うん、みんな飛んでいくわけよこの早いんが。この早いんもねとっても焼いた赤い金だよとってこれがついたのみんな焼きとするよとって宇宙のあれは出ない金出ないとってもかうん、てか鍛冶屋さんが焼いてあるマカスあんな火の火炎ですよ。これを切れて散らばってみんなそばにどこに飛ぶか分からんこれこれったらその時たくさんこっちで亡くなりましたよ。たくさんこの屋敷にいる人がですか？こっちに屋敷にはゆとりをばあのばばん漢方されてるとババンねもうおうちも壊れてるね煙も立ってさ、うんうんうん、もうゴミも立って武士も立って立ったり大変だった。前を爆弾とってものブルケンもシルケンも手に投げてよとっても怖かった。このガジマン銀星パリ飛ばされたもうちは大丈夫だったと思うけど中にはされたいと思うされたいと思うようさ中にはこちらでもお兄さんはうちのお兄さんはこちらでやられた。お兄さんも一緒に逃げてたんですか？お兄さんも一緒に逃げてたんですか？だからあれ、うんうん、だまだ13歳あれはあれ弟と、うん、いとこが、うんうん、ちょっと目をやられて弟いとこ二人連れてこれを、うんうん、これを受け持ち人だけど、うん、これたちを捨てても激しくなったら自分を山に逃げていったわけさ。自分子供たち弟とこのいとこをこっち捨ててこの二人はおわわわは泣いて、うんうん、4歳と6歳かな、うんうんうん、捨てて私はその時はよしこお母が抱いていたから郷の入り口この郷に入ろうとしたらもう郷いっぱいあるわけさ。この金持ちだから、うん、4カ所ぐらいあるわけ。こっち入ろうとして無理やったらさ帰ってるわけさ。こっち来るな来るな鉄砲向けてよ、うんうんうん、何人にそれで郷入り口からみんなこんに立ってもうまあこっちうまくいちょうか奈良のあらにちうちの母を大泣かして、うんうんうん、こっちよしこを抱いてこっち座っていたわけ。私はだって空いてるさ、うんうん、わー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 弟泣いてるからお兄さんがもう手を離してからもうどこ行くかこんな泣いていたから、うん、私駆け足してこっちは危ないよ泣いたらもう落とされたまで連れてきたわけさ、うん、こっちに。弟といとこさっきのお兄さんが、まあ、置いていった弟といとこを連れて、うん、っていう
連れてきてたんですか。連れてきたの。そのあれですよね、グシちゃんにあった大きい家の大きい屋敷の中にある豪の豪での出来事ですよね。屋敷の中にあるこの豪に、その屋敷に艦砲射撃とかがすごい来た時に、 その屋敷の近く中にあるというか豪にみんなで避難してる時の、うん、これ山山でしょ、うん、これ山のあの中そばにこのお家あった、そばを見ないまであるわけで、朝みんな豪があるわけ、4カ所ぐらいあるって言ってるけど、山の下にこのお家あったわけさ、上を山、この山に逃げたわけ、みんな、うん、あのうちのお兄さんたちは、じゃあ兄、お兄さんを山に逃げて、そこで爆弾にやられて亡くなってしまった、うん、それで、うん、この時はもう戦争も病んでしまってから、うんうん、もう静かになったわけさ、うん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 、その時みんな集まって、このガジマンギにした門のみんなガジマンギでこっちにみんな集まって立っていたから、うんうんうん、みんな海入り、みんな元気ね、みんな生きてるねって言って、うんうんうん、あの家族を確認したら、うんうん、兄さん一人来ないわけ、お兄さん一人は、うんうんうん、それでこっち前と立っていたら、うんうん、こっちの部落の人か分からんけど、だあの単価はないしはね、橋あの雨戸に乗せて死んだ人、みんな前に爆弾穴にみんな敷くてに爆弾穴に、もうこれを片付けないとこんな死体、こっちは家族のこっちの地元の人か分からん、どこ兵隊さん出なかったのなれは、これにあのはあの雨戸、走るさ、走る雨戸に誰、雨戸に、昔は今冊子だけど、昔は雨戸、前は雨戸があったさ、あれにこんなもん、これに乗せて、乗せてから、うん、怪我したいとあっちにしてて、単価が悪いさ、中にはでも生きていらっしゃる方もいたよ、あいえよ、助けてくれよって言うけどよ、って言った、怖いよね、怖いよ、だからさ、あれも生きてるよ、まだ生きてるのに、家族いないかねとみんないいけど、うんうん、だ自分たちももう精一杯さね、うんうんうん、見てよ、あのおばあちゃんもあの生きてるよって言ってよ、うんうんうん、だけどその時にまたしばらくしてからこの、まあ、部落の方みたいな お父さんが来てから、でさ、どこのあの人生が分からんんですが、あの山中へ渋滞する運動で怪我しているよって、うんうん、うん、こっちに知らせに来ているわけさ、うんうん、渋滞、あ、いやな、俺終わったら兄さんのあらんけって言って、うちの姉は出ないかねって言って、うんうん、家族話ししたら、それでついてきた、二人でこんな抱っこしてついてきたんだけど、こんなにして前と後ろに抱っこして頭とこんなついてきた、うんうん、もういるも顔色も全然ない、もう血の色全然ないわけ、この体この足を全部身に取られて、肉を取られて骨だけあっちこっち肉はしかなかったわけ、もうこれでよ、はあ、なるほど、びっくりしてよ、この人兄さんと言ったらよ、もう身を開くわけさ、返事は、まあ、言葉は答えきれないわけさ、どうしてあんたはまだこんなとこ行ったのって言ったけど、もうこのこっちの方が言うには、この兄さんのこの家賃や兄さんの家賃というか、このあの家賃青年の体が大きいから引いたとばっぺらってんよというわけ、兵隊さんに間違えられた、撃たれたはずよって言って、うん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 、それでこっちでも、うん、こっちからも大変だったよ、お家は。こっちからなあ、この兄さんが持っていた鍋とか、あの、うんうん、棒で棒オーダーといって、なんか、あの天秤棒、こんなに担いである棒オーダーで、あれに片原鍋とかお椀とか食べ物、米とかなのかもね、うん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 、いっぱい持ち寄ったけど、もうこの時もう兄さんいないから、兄さんが持ったもみんな捨てて、自分たちはもう手でな、持てる分は持ちなさいと言って、うんうんうん、軽く持ってみんなこっちにしてた、たくさん荷物は、また母親も大きなお腹してるさ、うんうんうん、もう同じ面だから、この兄さんも誰が家族がないといけないさ、うんうん、もう血はとってももう走ってるから、うんうんうん、私がおんぶしていた、よしこおんぶしていた、うん、
帯を外してからこれを4等分に刺してからみんな足を手も巻いて血を止めようとしたけどもちろんもう止めてもダメだったんですけど、うちはまた新しくこのさらし持っていたわけさ、あれ取ってくるまでは本当新しいものでやるべきだけど取ってくるまではもう大変さ、これでやったら真似合わせて自分も新しいものでまた帯をやったけど、もうこの後が大変だったんですよ。また前の花子作に移ろうとしたら前をみんな田んぼだから毒ガスさ、毒ガスは梅雨入りだから数万防水といってとっても雨がひどかったわけ、あの時は、この田んぼの雨今ようにして道は上等出ないから、土だけだからプッタイプッタ歩いたらみんなこんなこんなやつこれぐらいはまりよったわけ道でも、これぐらい、はい、このぐらいもう入ったらよかないぐらいみんなとってもこの人大変だった、こにこれこんなあの足入れたらこれ桃まで、桃までこんなにして脱いで歩いたよ、こんなん泥がうん、どうしてもできなかったよ。それでこれをお母さん、私の母がおんぶして、兄さんをおんぶして多くお腹、あのまた次男、弟とまたあのいとこ、テルオ二人をおば後ろに下がって、おばあでお母さんのお家の尻のつく、もう動けないさ、絶対にすごくお腹大きい、荷物も持ちきれないさ、私がまたあの妹に荷物を少しなん渡してからもう何もな食べ物何もない、見こちしてて、もうお兄さんも担いで逃げてたんですか、お母さんが、お母さんが、俺してるんでしたね、それで3家族だったからさ、お母さん の実家と、またあの次男に似た実家とだお母さんだあのお父さん方は、もう先10月空襲の時に全滅された、あのあとお家であっちの兵隊さんがいるから、もう敵に見られてからあっちも女を、弱った女をもう炊いて食べようと言って煙出したからやられたみたい、後から話聞いたら、それで一人は残っているけどみんなこっち全滅で7人家族だったけど、だからあのお母さんの方のと一緒に避難しました。それでうちはまた花子に着いてから、前は花子だからもううちの母ばっかりついてこないから、妹も二人は弟をお母さんっていけるから、二人は「おいお母は来ない」と言ってから二人こっちで泣いて、もうこれだけ夕暮れたら黒くなってるわけさ、お母は来ないと言ってから心配して、そしたらおばさんが一番あの二番のおばさんが、次男おばさんが「おいマグピラなしね」泣いたらまたアメリカにあのされるよ、行こう、もうお母はもういいさ、あんないっぱいだから、ね、ゆっくりあれ来るよ、あれ早く来れないよ、ゆっくり来るから、あんた方うちと行こうって言って誘われて行ったわけ、この道もよ、兵隊さんがあの逃げ場あの歩けないように道もみんな石で兼ねてあるわけさ、どこか行くか分からんば道もあっちこっち、このあの花伏は石をこのあのもううちが登りきれないさ、そのカチャに見分かるわけって、竹の間から入っていた、道も通らないわけ、みんなこんなのように石を積んで、あの敵をよ、敵が来っといてからよ、こっちはあの防ぐため、このあの、ために借りたみたい、敵にあの出さないように追われないようにして、花ぐすく、花ぐすくってところ、場所は花ぐすく、こっちはよ、ぐしちゃんさん、花ぐすくってさ、あ、ぐしちゃんさんの花ぐすく、今ゴルフ場があったの、三つ字の話、お父さんはさ、でお母さんはさ、もうついてとうとうもうこっちの戻ってこなかったんですよ、それでもうどうしたかね、またなお母さんたちをもう
どうしたかねと思って、うん、思ってたら、うん、朝の5時ごろにまた入ってきてるわけさ。5時ごろ、あ、5時ごろに帰ってきたんですか。うん、だとか兄さんはもういないわけ。あ、まあ、一番上と次男と出るお二人は連れてきてあったりさ、うんうんうん、兄さんもどうしたのちょっと、うんうん、もう言わないで泣いていたわけだったり。あ、この時は兄さんは出たよ。もう兄さんはさ、この田んぼの上にかちょっと山みたいなのが、丘があったみたい、山みたいなのが、うん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 、町も一本あったって、うんうん、それでこっちに寝かしてからさ、うん、寝かしてこっちでもう休もうと、夜はもうこっちで休もうと言って、休ませたら、うん、あんまと言ったら お母さんのこと、昔は、うん、あんまな、私はさ、うん、長らくはもうこの体では生きられないから、うんうん、水くださいって 水要求しよったって、うんうん、本当は怪我人には水を飲ましていけないわけ本当はよ、うん、だけどな、私はもう長らく生きられない、必ず水が欲しいから水くれてって頼まれてから、うん、こんな大きなお腹しても、こうちょっと山があるから、5メートルぐらい下に田んぼあったから、こっちに弁当箱を持っていたからさ、カニ弁当箱持っていたから、これいくさん使うと、これ持っていってから、組んできてからあげたって、すぐ行って、もう飲んでからよ、もういっぱいって言って、もう。いや、あんたこんないっぱい飲んだら危ないよって言ったけど、うん、いい、私はダメよ、もういっぱいくださいって言ったんで、うん、ないっこいってこと、また行って飲まして、うん、子供たちも自己欲しがっているんで、また子供たちもまたあげきれないで、これな兄さんだけにさ、またもういっぱい行って3回目行って、自分は飲んでか半分ぐらい残してあったって、うん、それでこの半分はまた二人飲ましたって。あ、それであとはあんまお母さんお母さん、うん、もう今までありがとうね、うん、もうお母さん苦労をかけて本当にすまなかったねって言ったって、うん、これ言ってからな、もう静かに眠るようにしてね、亡くなりよったって。それでお父さんが、うちのお父さんが愛用のマントといって、今オーバー、黒いオーバーのこと、マントって言って、昔はマントって言ったわけ、うん、あれをお父さんとっても愛用したな、うんうん、大事にしていたのを持っていたわけ、うちの母はずっとこれ形見としてもうずっと持っていたわけさ、うんうん、それでこれを隠してからもう、うん、あうさ名前は龍太郎だけど、嫌なウサであるわけさ。ウサはもうお家で嫌な使うから、うん、もうね、うちは生きていたら、今からどんなわからんさ、自分死ぬかわからんさ、うん、生きていたかいたら迎えに来るからね、待っていてねって言って、それ言ってから自分も来たと言ってる、話してるわけさ、これがそのぐしちゃんの鼻ぐすくで、その後それでお母様をしばらくしていなくなってるわけさ。もう朝になってからご飯食べよう、はいって、おばさんたちが作ってあるから、うんうん、お母さん作りきれないさね、うちももう下のこと言わなきゃさ、それでもういなくなってるわけさ。ご飯だ、お母さんはたから、うん、私を探しに行ったから、うんうん、台所のそばに、うん、ワーフルといって豚小屋があったわけ、どこもかもこの時は、当時は、うん、それこっちの豚小屋前で一生懸命
こっちに肺炎が入ってるわけさ、あのあっちで漢方酒かけにされて布団で、あの、あの兄さんがされたところでさ、よしこを抱っこしてる時、自分たち郷に入り口さね、どこからか肺炎飛んできてから、よしこの耳はこの耳たぶをこれを切って、これ切って母親の胸に刺したわけさ、このこんな三角だったわけで、見たのこんな尖ってこんなにして、これをね、うん、こっちに胸とこっち間に、ね、の間にこっちこの間に刺されて、これを取っているわけさ、1時間持ってるけど、これをもう、うち、あの火の玉だわけ、火であるわけさ、本当に1時間、うん、これ1日中持ってるわけさ、1日中夕方だから、この夜一晩って一晩持ってる、これをこれもう聞いたこともないか、あんな声聞いたこともない、もう本当に人殺すのか、あんなかね、もう声でガーッととっても、あのもうとってももうな、聞いたことない声出して撮っているのを私見たわけさ、なあ私こんなにしないでよ、はあと一緒にすばらしないしね、手伝いもできないさね、なんてと苦しい、でもな、大きな声で三回目に出してて、とっつくこの人持っているわけさ、持っていて、この手をみんな役でしてるわけさ、見たらこの血もね、赤いさね、血はもう煮えているから黒くなってる、血もこっちの中から血も黒くなってよ、とこれからもう大変黒くなってから、取ってさ、取ったら後ろも持ってないさ、ね、戦争だから後ろ何もないさね、これからどうするかねと言ってたけど、おばさんたがメイクターがまた、あの、バーシーは、おばさんにもバーシーはというか、これ油と、あの油、あの豚の油さ、ラール、豚の油と塩と、持っているさね、避難の時持っているさ、これを多分混ぜて、もうこれをで治療しなさいって言って、これで治療したら、したけど、2、3日あとか、うちで終わってくるさ、こっちから出てくるわけさ、こっちで。あの手抜くし咲いてからこう折ってあるけど、もうこう治療室開けたらうじが湧いてきてるわけさ、プサまあ、だって匂いがひどくて、であのめいっ子たちおいっ子たちはや、もうおばさんたちはなあ、バーシーゴおばさん、おばさんはバーシーゴは臭いから外にうちは、うちの家族は外にだったわけ、中にな、安全な場所でない、上も見える、飛行機とも見えるところだったわけさ、なこれもこっち臭いと言ってから大変だったさ。この時はまた、豪から移動して、花城の中にある空き家にまた入ってたんですか？空き家でなく、あのたくさん波いた、こっちは。たくさん何人いた、このお金こっち何人いた頃ね、のうちは後から入ったもんだから場所がないから、庭先にあのコンクリ、あのコンクリみたいの、あのとにかく倉庫みたいのがあったわけ、あの前を空いていたけど、こっち空いてるじゃん、こっちに入ろうって言ってこっち入ったわけ、うちの家族はよ、みんなそう入ったから、そう私よしこを抱いてる、お母はいないさね、まだ来てないからこっち抱いて、こっちにもうご飯ごはんあげて、こっちに座ったら、朝起きてまた立ったら、この俵があったんですよ、石の腰で、この、あのこんなにして爪何か入ったのが置かれてたから、この俵の一晩中こんなにしてくっついて寝たわけ、立ったら倒れるわけ、この俵が倒れた、だって臭いわけで、見たか、死体、死体って言うんで、まああれでしょうね、帰りあの戦争終わったら取りに来ると言って家族が言ったはずよ、どこに捨てられないでこれに入れてこっちにね、かくたったわけよ、あこれ通り臭くてよ、死体見なかったけどさ、むしろこれも死に中でやるどうってみんなおばあた言うわけさ、おばさんたは、それでもうこっちにもうこっちでもまた一晩して親、またメーデーラにずっとメーデーラで一番あれ長らくいたね、あっちは食べ物があるから、メーデーラでシェマラトがあれは生の手、あれ糸満って生の手、活電病にあったとおりでしょ、あの何ていうか平和記念場いかんまるまりか、あの山やんねえしシャビーね、あの山やんねえし
カチュで、あんまりかやさ、やめでら、めでらに行ったけど、あんまりかやさ、みんな、あっち山さ、山がし、とっても大きな山がいっぱいあるさ、な、兵隊さんいっぱいいたよ、こっちは。だけどな、兵隊さんが、うち分かりやったけど、避難民さんが殺さなかったと、アメリカ兵隊いっぱいいたわけも、山をいっぱい、マーチの下を、みんな、マチロキさ、あれ、マチロキだらけさ、いっぱいいたよ。